本当にいつまでもお話できるんじゃないかと思うぐらい長官の問題意識であるとか、私の考えていることなんかもこういろいろ共通項も見出せましたし、何よりやっぱり海外でのいろいろな、ご経験が豊富で、しかも和洋それから旧作にも新作にもこう通じていらっしゃるということで、本当に文化政策の推進をね、されるお立場として本当に頼もしいというか嬉しくなっちゃいましたね、正直ね。私も何かお手伝いできることがあればこれからも、何かしたいなというふうに思いをいたしましたし、これからの日本の文化行政がなんかこうものすごく推進するんじゃないかなっていう中も本当に期待を今日は持たせていただきました。野村正也さんは前からのお知り合いでしたけども、まあ、改めてこういうふうに対談という形でお話を伺うと、やはりこの数多ある日本の伝統芸能の中でも本当に稀有の体験を持たれて、また才能も含めて、特別な方だなというイメージで今日もお話を伺いました。視点が非常にグローバルだし、かといって、軸足はやはり代々続いている日本の狂言という伝統芸能に立脚していると、ここら辺でやはりこれから萬斎さん、それからその後の彼の弟子たちご子息も含めて、日本の伝統芸能を正しい方向に導いてくださるんではないかというふうに思いました。